横道世之助。え、世之助？世之助。横道。世之助さん。思い出の片隅の真ん中で、彼はいつも笑ってた。なあ加藤ちゃん、俺たち初対面だよね。友達だろうもん。え？俺にできることがあったら何でも言ってくれよ。じゃあ金貸してくれよ。いいよ。いいよ。いいよ。また今度ゆっくりね。ゆっくり会うのいつにします？心配し合うのが仕事っていうか、心配させてよ。はい。おい横道、世之助さん。優しく笑って今日でさよならしようぜバイバイ。チョコ、これに好きだよ。私も。あんこと結婚すると？はい。世之助さんの写した写真最初に見せていただけません？押し入れの奥に隠しとくから。約束ですよ。うん。お電話で話したもの送りますね。老いが死んでもさ、みんな泣くとやろうか。世之助のこと思い出したらきっとみんな笑うとじゃなかと。え、あ、世之助だ。最近おばさんね、世之助が自分の息子で本当に良かったって思うことがあるの。世之助大好き。時々思い出す懐かしいあの頃、愛おしい人。横道世之助。